皆さん、聖なる祭儀を行う前に、私たちの罪を認め、許しを願いましょう。全能の神と、兄弟姉妹の皆さんに告白します。私は、法理、言葉、行い、行いによって、たびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟姉妹の皆さん、罪深い私のために、神に祈ってください。全能の神、慈しみ深い父が私たちの罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。主よ、慈しみを。主よ、慈しみを私たちに。キリスト、慈しみを。キリスト、慈しみを私たちに。主よ、慈しみを。主よ、慈しみを私たちに。天には神に栄光を、地には御心にかなう人に平和、神ある主、天の子、全能の至なる神よ、私たちは主を褒め、主を称え、主を拝み、主をあがめ、主の御なる栄光のゆえに感謝を捧げます。主なるもう一人をイエス・キリストよ、神ある主、神の子主に主の御子よ、世の罪を取り除く主よ、慈しみを私たちに、世の罪を取り除く主よ、私たちの願いを入れてください。主の御手になっておられる主よ、慈しみを私たちに、ただ一人聖なる方、すべてを超える唯一の主イエス・キリストよ、聖霊と共に至なる神の栄光のうちに、アーメン。祈りましょう。恵み豊かな神よ、あなたを仰ぎ見るために聖霊を惜しみなくお与えください。信仰、希望、愛においていつもあなたの言葉に従うことができますように、聖霊による一のうちにあなたと共に神であり、よいお過ごしに収められる思いを私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。知恵の書。主よ、すべてに心を配る神はあなた以外におられない。だから不正なさらけはしなかったと証言なさる必要はない。あなたの力は正義の源。あなたは万物を支配することによって全てを愛おしむ方となられる。あなたの全く全能を信じない者にあなたは御力を示され、知りつつ挑む者の幸運を咎められる。
用いるのはいつでもお望みのまま。神に従う人は人間への愛を持つべきことを、あなたはこれらの技を通してエサミに教えられた。こうして自他に希望を抱かせ、罪からの改心をお与えになった。神の御言葉。当初詩編。Thank you.
が良い種を畑に撒いた。人々は眠っている間に出来上がって麦の中に毒麦を撒いていった。芽が出て実ってみると毒麦も現れた。しもべたちが主人のところに来ていった。旦那様、畑には良い種をお待ちになったのではありませんか。どこから毒麦が入ったのでしょう。主人は敵の仕業だと言った。そこでしもべたちが、では行って抜き集めておきましょうかと言うと主人は言った。いや、毒麦を集めるとき麦まで一緒に抜くかもしれない。針入れまで両方とも育つままにしておきなさい。針入れのとき、まず毒麦を集め、焼くために束にし、麦の方を集めて蔵に入れなさいと針取る者に言いつけよう。イエスは別の例えを持ち出して彼らに言われた。天の国はガラス種に似ている。人がこれを取って畑にまけば、どんな種よりも小さいのに成長すると、どの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。また別の例えをお話しになった。天の国はカーナレに似ている。女がこれを取って三砂糖の粉に混ぜると、やがて全体が膨れる。イエスはこれらのことを皆例えを用いて群衆に語られ、例えを用いないでは何も語られなかった。それは預言者を通して言われたことが実現するためであった。私は口を開いて例えを用い、天地創造の時から隠されていたことを告げる。それからイエスは群衆を後に残して家に回りに立った。すると弟子たちがそばに寄ってきて、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスは答えになった。良い種をまく者は人の子、畑は世界、良い種は御国の子ら、毒麦は悪い者の子らである。毒麦をまいた時は悪魔、借り入れは世の終わりのことで、借り入れる者は天使たちである。だから毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもそうなるのだ。人の子は天使たちを遣わし、つまずくとなる者すべてと不幸を行う者どもを自分の国から集めさせ、燃え盛る炉の中に投げ込まれるのである。彼らはそこで滝をわめいて激しくするだろう。その時正しい人々はその父の国で太陽のように輝く。耳のある者は聞きなさい。主の御言葉。キリストの賛美。どうぞおかけください。先ほど申し上げたように、今日は祖父母と高齢者のための世界を祈願です。で、上皇様はこの日に合わせて若者たちが、自分の祖父母を訪問するよう求めています。そして祖父母も若者たちのために祈るように願っています。で、上皇様の手紙の後ろに置いてますけれども、この祖父母と若者の交流の原因として、イエス様のお母さんであるマリア様と洗礼者エマネのお母さんであるエリザベトの交流を挙げています。だからマリア様から見たらエリザベトはおばあちゃんみたいな年齢差だったということが分かります。だからエリザベトから見れば孫のようなマリア様が訪問してくれたということですね。これが、教会は5月31日にその記念日をしました。で、上皇様の手紙にはこう書いてます。高齢の人々を孤立させてはならない。で、それで今年8月、ポルトガルのリスボンでこの若者たちの集いワールドユースデーがあります。これはもう100万人規模の大きな教会の出来事ですけれども、これに参加する若者に上皇様はその前にそれぞれの祖父母に会いに行ってくださいと呼びかけています。そしてその訪問を受けた祖父母の人たちはこのワールドユースデーに参加する若者たちのために祈るように願っているんですね。だからこの交流も願っています。ハーバード大学が80歳代の人たちにアンケート
で、想像してみましょう。私たちは生まれたとき、人生で使うお金の全部をもらいます。で、それは銀行口座にありますけども、私たちが使うたびに、銀行口座から減っていくんです。でも、その口座に合計でいくらあるかが私たちはわからないです。で、このお金を時間に変えることができるわけですけども、私たちの時間は死を迎えるまであります、ね。それは確かなんですけども、それがいつかがわからない。だから銀行口座にその合計の時間がいくらあるかがわからないんですけども、使うたびに毎日毎日減っていくのは確実なんです、ね。で、この時間を私たちは有効に使いたいんです。で、それは今日からでもできます。それは愛情と関心を誰かに向けることです。神様はこの限られた時間に私たちの中に幸せな時間を招いています。同時に悪魔が来て、人間ですけども、悪い時間の種も招いています。もちろん、悪い時間は取り除きたいです。でも、悪い時間と良い時間は根っこが複雑に絡み合ってて、簡単に取り除けない。私たちも多分自分でこう想像したら、自分の人生の中に悪い時間がたくさんあったと思う。でも、それがなんかいろいろ影響して、本日の良い時間にもつながっているということも事実ですね。無理にこの悪い時間だけを取り除こうとすると、良い時間までもなくなってしまいます。それで、悪い時間は無視して、良い時間だけに私たちは愛情と関心を持てるようにしましょう。それで、各自の心に平和が満たされていきます。教皇様の手紙にこう書いてあります。力の衰えを気にやまないこと、伸ばした機会を嘆かない、過去への執着から神様が解放してくださいますように。仮にね、その時が来たら神様が良い時間を私たちから受け取ってくださるように、教皇様の中でやっておきます。精霊は証拠から出て、証拠とともに礼拝される。
感謝を込めて祈りましょう。神よ、あなたは万物の救い主、ここに備える神はあなたからいただいたもの。大地の恵み、道路の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の救い主。神よ、あなたは万物の救い主、ここに備える御道主はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの救いの杯となるものです。神よ、あなたは万物の救い主。皆さん共に捧げるこの生贄を全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りましょう。神よ、あなたの救いは十字架の死によって旧約の数々の生贄を完成した
神の御子め天皇御山をすべての天使と共に、私たちもあなたの栄光を終わりなくお願いいたします。信仰の神秘、主よ、あなたの死を告げ知らせ、復活を褒めたたえます。再び来られる時まで。聖なる式を私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、御前であなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが聖霊によって一つに結ばれますように、世界に広がるあなたの教会を思い起こし、教皇フランシスコ、私たちの司教スルピス森山神道、すべての奉仕者と共にあなたの神を誠の愛で満たしてください。また復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟姉妹と、あなたの慈しみのうちに亡くなったすべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今ここに集う私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、人とすべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエスキリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神、父であるあなたに、
帰る日をあなたの神の力となってください。主の復活で養われた私たちが古い人を脱ぎ捨て新しい命に生きることができますように、私たちの主イエスキリストによって、アーメン。説教は2つの時間の車でした。